ロシア、ベラルーシの報告を懸念。ウクライナが国境で兵力増強。ロシア大統領府は1日、ウクライナがベラルーシと国境を接する北部ジトーミル州で兵力を増強しているとのベラルーシの報告について懸念要因だと述べた。ベラルーシ国防省は先月29日、ウクライナ軍が兵力を増強していると表明していた。ウクライナの国境警備隊は1日、ベラルーシ側の発表について、ロシアが支援する情報作戦の一環だとし、挑発行為を防ぐため、ベラルーシとの国境付近の部隊を維持していると表明した。ロシア大統領府のペスコフ報道官は1日、記者団に対し、ロシアとベラルーシは連合国家であり、情報機関も含め緊密に意思疎通を図っていると発言。これは当然、ベラルーシだけでなく、ロシアにとっても懸念要因だ。我々は同盟国であり、パートナーであるためだ、と述べた。同報道官によると、ロシアのプーチン大統領とベラルーシのルカシェンコ大統領は、7月3日から4日にカザフスタンで開催される上海協力機構 SCO 首脳会議に出席し、必要と判断すればこの問題を協議する。ウクライナの不安を煽る作戦なんやろうか。ベラルーシ国境付近にウクライナ軍を集めることにより、無駄な量のロシア軍をベラルーシ側に持ってこさせようというようなもんかもしれへん。ウクライナも決して優位とは言えるような戦況ではないけども、頭脳戦を駆使してなんとか苦戦をしのいできとるんや。まあ、想像でしかないけども、ロシア軍がかき乱されることを期待はしたいと思う。ジャベリン被弾でも生存とロシアが誇った T90M 戦車、ネットの突っ込みで嘘と欠陥バレる。戦闘中のロシア軍戦車の内部を映した珍しい動画が共有された。ロシア側によれば T90M 戦車がウクライナ軍のジャベリン対戦車ミサイルによる攻撃を受けた際の様子だとされる。激しい爆発が起こるが、乗員は戦闘を継続し、任務を完了して帰還できたという。これはプーチンの称する世界最高の戦車の目を見張る成功だったのだろうか。どうもそうではないようだ。軍事アナリストたちはこの映像について、ロシア側の説明と全く異なる解釈をしている。爆発はウクライナ側の攻撃によるものではなく、戦車に搭載されていた弾薬の欠陥によるものだというのだ。ジャベリンに耐えた ?T90M プラリーフ、ロシア語でブレイクスルーの意味は、ロシアの最新鋭戦車である。ロシア軍で現在就役している戦車は、古い T80 戦車や T72 戦車、さらに一部は1960年代に遡る T62 戦車を再整備したものが大部分を占めるが、T90M も少数配備されている。西側製戦車と同等の熱線映像装置やレーザー測距儀、弾道コンピューターを搭載し、ロシアの戦車の中で最も優れた装甲や砲を装備する。一方で T90M については、被弾すると砲塔が制御不能な旋回を始めるという不幸な欠陥も映像で数多く確認されている。新たに開発された高速旋回機構の不具合のせいとみられる。T90M の内部を見られる機会は滅多になく、乗員が GoPro のようなカメラで撮影したらしいこの動画は興味深いものになっている。オリジナルの動画はテレグラムの出来事に照らして、ブ・スベーチェ・サブイチというチャンネルが6月12日に投稿した。その説明によると、この戦車はウクライナ北東部ハルキウ方面に侵攻した北部集団軍の黒い翼戦車大隊に所属し、敵の射撃地点を破壊することに成功したという。動画の前半では、砲塔上の 12.7 ミリコルド重機関銃が車内から操作され、遠方の建物の目標と交戦する音が聞こえる。社長の熱線映像装置にその様子が映っている。
動画の最後の方で乗員の一人が驚き声を上げた後、撮影者の右側で炎が上がる。消火、消火という声が聞こえる。消火装置が作動した形跡はないが、数秒後に炎は静まったようだ。ロシアの原設空間では次のように説明されている。この戦車兵たちは集合住宅から発射された FGM-148 ジャベリンを検知し、略、カーテン・シュトーラシステムを使用して成功裏に射撃地点を離れた。映像から判断すると、ジャベリンは戦車の屋根部分で爆発したが、深刻な損傷を引き起こさなかった。戦車兵たちはすぐに火を消し、戦闘から離脱した。もっともらしい話に聞こえるかもしれない。T90M は確かに自社がレーザーで照射されると検出して警告するシュトーラ防護システムを備えるし、煙幕を張って戦車を守る発煙敵弾発射装置も搭載している。またジャベリンは車両の屋根など上部を叩くトップアタックを行える兵器だ。だがこの説明は実際は辻褄が合わない。オシント勢の観察で明らかになった火炎の正体とは？火炎の正体は、米国からウクライナに供与されているジャベリンは赤外線誘導ミサイルであり、熱源を感知する高性能なシーカーで目標をロックオンする。つまりジャベリンは米国製のヘルファイア空対地ミサイルのようなレーザー誘導ミサイルではなく、レーザーに反応するシュトーラの検知システムを作動させることはない。T90M の発煙敵弾は周囲に熱く濃い煙を充満させることで、視覚によっても熱源を頼りにしても自社を見つけられないようにする。ところが動画内の熱線映像装置を見る限り、外の視界は影響を受けておらず、発煙敵弾は使われなかった可能性がある。決定的な情報は、動画の終わり頃6分30秒に主砲の 125mm 滑空砲が砲撃を行った際の衝撃だ。砲塔内の火災はその数秒後、砲尾が開いた時に発生していると見受けられる。オンラインのコメンテーターたちは実際に何が起こっていたのかを即座に理解した。戦車は被弾していない。火災は公園によるものだ、と X 旧 Twitter でコピウスプライムというユーザーは指摘している。米ジョージア州フォートベニングにある米陸軍機構学校で砲術を教えるウィル・ダーネルは、同校の専門誌アーマーで公園フレアバックをこう説明している。公園とは簡単に言えば、砲弾が発射された後、薬室から薬莢底部を排出する際に燃え残った発射薬が酸素と混ざり、微線から火炎が発生する現象だ。戦車砲が砲弾を打ち出す際には、通常、発射薬が爆発で燃え尽きて砲弾を砲身から前方へ押し出す。しかし、発射薬の一部しか燃えないこともあり、その場合、非常に高温の物質が残り、酸素があるだけで燃え始める。この火炎は、次の砲弾を装填するために砲尾が開かれた時に、乗員室に吹き出すことがある。もっとも見た目は激しくても必ずしも大きな損害を引き起こすとは限らない。筆者が取材したトロストというアナリストは、この火炎は砲尾に残っていた発射薬によるものですと断言し、発射薬が古かったか保管状態が悪かったのではないかと推測した。危険なのは閃光や火炎自体よりもそれに伴って発生するガスだ。大量のガスが乗員室に吹き込み、その結果乗員が中毒を起こす恐れがあります、とトロストは説明する。ガスというのは正確に言えば一酸化炭素です。この問題は珍しいものではなく、ロシアが2022年まで毎年開催していた戦車バイアスロンでも起こっている。2020年大会に出場した中国の選手は、欠陥のある、これは中国製の砲弾を射撃した結果、戦車内で一酸化炭素中毒になり、意識を失ったと報じられている。それほど深刻なものではないが、
米国製の M1 エイブラムス戦車の内部で発生した公演も YouTube に投稿されている動画で見ることができる。ロシアご自慢の T-90M はめぼしい戦果が一つも確認されていない。書き換えられる説明。当初の説明を誰も信じていないことが分かってくると、ロシア側はにわかに説明を変え始めた。最初に動画を共有した出来事に照らしてチャンネルは、翌日、ジャベリンは誘導を失い、煙が立っている地点に着弾した。その爆発で煙が吹き飛ばされて車内に貫流し、一握りの破片も大砲から砲塔内に飛び込んできたと投稿した。一方、ヘルソン州のタブリア、タブリア、ヘルソンスカヤ・オーブラスチを名乗るロシアのブロガーは、また別の説を唱えている。タブリアは、ジャベリンで使われているような赤外線画像システムを惑わせる、ナキドカ、マントというロシアの特殊な電波吸収偽装を持ち出し、燃えたナキドカの一部が砲身内に引き込まれたと説明している。それが、褒美が開かれた際に見えた火炎の正体だという。これら二つの説明は互いに矛盾していて、どちらも公演という明快でオーソドックスな説明より筋が通っていない。ロシア側の言説では、T-90M が見舞われた惨事のような出来事を成功端に書き換える傾向があり、この T-90M もその一例と言えそうだ。例えば、片方のキャタピラ、無限軌道から炎を上げながら走行するある T-90M の動画について、当初は FPV ドローン1機を被弾して後方に帰還しているところだと説明されていたが、いつの間にか FPV ドローン3機の被弾に耐えたと伝えられるという話に膨らんでいる。最近の戦闘で戦車の成功というのは、例えば小型ドローンの攻撃を受けても損傷で済み、撃破を免れるというものだろう。あるいは、欠陥のある弾薬による窒息死を避けられることもそうかもしれない。T-90M が実際に目標を撃破したり、戦闘に勝利したりした映像は一つもないようだ。少なくとも T-90M が米国製 M2 ブラッドレー歩兵戦闘車に撃ち抜かれた有名な映像に対抗できるようなものはない。それどころか、ウクライナ側からは、T-90M が主に小型ドローンで爆破される動画が多数投稿されている。